こんにちはアマゾンシスサポータータ堀秀夫です今日は儲かる商品探しのコツということでね、えー、商品探し、まあ、どういうふうにやっていくか、まあ、それについてお話します。まあ、一言で言うと、まあ、考えるより売るが安しということでね、まあ、目の前にある商品を売れるかどうかチェックして、まあ、売れてる実績があればそれを、えー、アマゾンオーストラリアア・アマゾンに送って売ると。ね もう本当、やる作業はもうたったこれだけ。エ、えー、g 商品を避けて、目の前の商品でえ価格差が取れる、まあ、3倍以上で売れるという商品を送ってればね、儲かる商品は意図も絶やすく見つかります。まあ、ところが、まあ、中にはなかなか見つからない、ね、えー、苦労しちゃうえ会員さんもいらっしゃいます。まあ、その場合、まあ、どんなのでね、えー、引っかかってるか、まあ、つまずいちゃってるかっていうのを考えると、 この商品はオーストラリアじゃ売れないんじゃないのかなと。ねえー、もうなんかね、この大企業が扱うようなね、年間売上百100億円狙うような、えー、商品を探してると。ねまあ、100億円は極端な話ですけど、まあ、私たちはまあせいぜいね、えー、多くたって月100万ぐらい、まあ、儲かれはおんの字だということでやってますんで、まあ、それをね、えー、1000万あるいは1億儲かる商品を初めから見つけると、ライバルは強いわ。 ねえー、そういう商品っていうのは3倍とか5倍で売れるんじゃなくてね数パーセントの利益を積み重ねて膨大な、ね、売り上げあるいは利益を上げる商品なんで、まあ、そもそもねその扱うスタンスが違う、えー、狙うのは私たちが狙うのはこのニッチな部分ね、えー、ブルーオーシャンを狙いますんでだからねまあオーストラリアでどういうのがたくさん売れるんだろうというところから入ると全く商品見つからないです。 そしてね、えー、そのどういう商品が売れるんだろうとかね、頭で考えると、まあ、そもそも大前提が間違えてたりなんだりで、えー、商品探しがつまずく、全く進まないということになるんでね、えー、サポートしてアドバイスしてますんで、あるいはまあ商品探しの手順は動画で作ってますんで、まあ、それを忠実に実行して報告していただく、相談していただければ儲かる商品は見つかります。ね、そういう工夫はいりませんので、えー アドバイス通り進めていただければと思います。例えば、ニッチな商品。これバナナスタンド。ね、これ、あのオーストラリア産なんじゃなくてね、えー、このバナナスタンドというのはニッチな商品なんですけど、身の回りでバナナスタンドを使っている人見たことあるでしょうか、ね、少なくとも私は、自分は買って使いましたけど、まあ、いまいちこれ邪魔だなということで使うのやめました。それ以外には使っている人見たことないです。ただ このバナナスタンドも立派な商品としてもかってると。えー、もうほんね、えー、わずかな人しか使ってなくても、ねえー、普通のリアル店舗の商品っていうのはね、100人に1人買わない商品っていうのは成り立ちませんけど、インターネットの場合はね、1万人に1人が買えば十分成り立っちゃうんで、こういうバナナショスタンドみたいな商品でも売れるということがあります。だからね、えー、ニッチな商品扱うんで、もう全然たくさん売れるかどうかっていうのは考えずに、差額があればとりあえず送って試すというのがね、 いいです、まあ、それから海外の、ね、考える日本人のイメージ日本人は正座をすると,、ねえー、と正座あなたしますでしょうか私はできればしたくない苦手ですで日本人っていってもね、えー、きちんと正座ができる人って少ない正座する人少ないただ海外の人から見たら、えー、日本人は正座すると思ってます逆に、えー、海外で生活したことのない、えー、私たちあるいはねあなたが考えるオーストラリア人あるいはシンガポール人 これと同じような勘違いをしている可能性が高いんで、まあ、先入観ってのはね、えー、邪魔になることあっても役に立つことはないんで、もう何も考えず、売れている商品の実績があって儲かるというのがあったらね、送って試すというのが、えー、絶対のお勧めです。まあ、何しろ Amazon、商品選んで送ればね、儲かります。ね別にあの 商品ね、作るとか、あるいはね、商品決めてからね、えー、サイトを作るとか、集客するとか、そういうお金も手間もかかる作業は一切必要ないです。ただ、商品を送れば、売れるか売れないか分かる。売れるんだったらいくらでも売れて儲かるという形なんでね、まあ、考えるより売るが安し、もう目の前の商品がね、差額があるならどんどん送るというのをね、えー、徹底して商品探しを進めてください。また、ご報告、ご意見、ご質問お待ちしてます。 アマゾンサポーター、堀秀夫でした。